なごちゃん、うん、僕撮影所辞めて田舎に帰ろうと思うんだ。どうして？辛いんだよ。なんとかして忘れたいんだ、あの人のこと。少しでも離れたいんだよ。あの人って？よしこちゃんだよ。え？昨日見舞いに来てくれたんだ、花を持って。僕も困ってしまったよ。だって目のやり場がないんだ。君のその汚ね足のところに彼女の綺麗な膝小僧が見えるんだもんな。もう胸がドキドキして。そうか、好きなのか、あの子が。恋をするっていうのがこんなにも苦しいとは知らなかったよ。テラシン、手紙書けよ。手紙？うん、ラブレター、あの子に出すんだ。ダメだよ、そんなの笑われちゃうだけだよ。バカだなお前は。いいか、一人の男が病気になるほど自分に恋してる、それをして笑うような女がいると思うのか。もしそんな女だったら惚れる値打ちないんだ。相手はヨシコちゃんなんだぞ、あの優しい子が。お前の気持ちを聞いて心が動かないわけがないじゃないか。こんな汚い部屋まで見舞いに来てくれるほど好意を持ってるんだぞ。書けよ恋文。お前なら字も綺麗だし文章だってうまい。そんなことしていいのか、こうちゃん。何が？君とあの子の間には何かあるんだろう。